青細目テン天竺ザメブレイチェローデズコールクラフィーは、天竺ザメモクに属するサメの一種。白星細目テン天竺ザメとともに、細目テン天竺ザメ科を構成する。機種で、オーストラリア北西部沿岸の浅瀬に生息する。体は頑強で、頭部には一体の髭を持つ。胸びれは大きく、背びれは、体の後方に位置する。尻びれと尾びれの間には、間隔がある。 76センチメートル程度になる。幼体は白黒の縞模様だが、生体は褐色となる。水上では目を閉じる。定性の無脊椎動物などを獲物とする。無体盤性の体勢で一度に6から7匹の飼魚を産む。IUCN は保全状況を気球種としている。1908年、オーストラリアの魚類学者 W ・ジェームズ・ダグラス・オギルビーによって、 プロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサイティ・オブ・クイーンズ・ランドにおいて記載された。この時与えられた学名は、ブレイチェ・ローデズ・コールクラフィーで、種賞名は、彼の友人、ジョン・コールクラウに由来する。記載には、クイーンズ・ランド州のモートン湾から得られた、約46センチメートルの2個体の未成熟優が、用いられたが、その後、その一つは失われている。年、 ギルバート・パーシー・ホイットリーは最初のイラストを発表したが、顎の中央の溝が描かれていないなど、多少の不正確な点があった。クイーンズランド博物館が新たな標本を入手するまで、本種と白星細目転じくざめ点軸ザメを別属とするか同属とするかについては大きな分類的混乱があった。現在、ヘターシリアムはブレイチェローデズのシノニムとされている。機種であり、 オーストラリア北東岸、グラットストーンからバリナまで分布する。多くの記録はモートン湾からのものである。ヨーク岬半島からもごく少数の報告があり、グレートバリアリーフの領域にさらに広く分布している。可能性もある。低正で100メートル以前で見られるが、通常は6メートルより浅い場所で見つかる。柔らかな低質に生息し、沈船の周辺からも報告がある。 体は頑強で、頭部は少し縦平たし長い。風は丸く、横からはくさび型に見える。目は大きく楕円型で、頭部の髪型に位置する。その下には強い隆気線があり、その後ろには丸い噴水孔がある。鼻孔には一体の長い髭があり、その半分程度の長さの後、微弁と共に鼻孔を取り巻いている。 尾光からは1体の溝が伸び、小さくほぼ直線上の口につながる。死列は、上あごで3234、下あごで2129。角葉は垂直に立った水上の先頭を持ち、その横には2体の小先頭が並ぶ。エラ列は5体で短く、第4、第5エラ列は他より近接する。胸びれは、腹器より大きく、共に幅広く丸い。背びれも丸みを帯び、 1> 第1背びれはかなり後方、腹筋の基部あたりから起死する。第2背びれは、第1より、かなり小さい。尻びれは、第1背びれの半分以下の大きさで、その先端はちょうど尾ひれの基部に接する。尾ひれは低くて長く、全長の1、4に達する。下場はなく、常用の先端付近に強い血骨がある。皮場は滑らかで細かく、重なり合わない。 生体の背面は灰色から高褐色で、覆面は白い。背面には、蔵状に、背びれには、反転状にかすかに白い部分が存在する。容体は白地に黒い横縞という、目立つ配色である。76センチメートル程度になる。白星細め天竺ザメと同様、水上では下まぶたを閉じることができる。胸腺の小さな無脊椎動物、甲骨魚を餌とする。 無体盤性の体制で、胎児は、発生初期に、卵小を脱ぎ捨てて、卵黄の,の栄養で成長する。産子数は6から7、出生時は17から18センチメートルになる。人に危害は加えない。商業漁業や遊漁で混格されることがある。少数の、特に幼体が、体色が魅力的であることからアクアリウムでの飼育目的に、最終、取引されている。 おそらく飼育環境にはよく適応する。分布域が狭く人口密集地に近接していること、機種であることから IUCN は保全状況を気球種としている。ありがとうございます。